どうも、ねずっちです。昨日のこのね、YouTube で謎かけクイズやったんですけどね、4月から3月までとかけまして、土を使った遊びと解くその心は、そこに粘土がありますっていうね。これを取り終わった時にですね、うちの奥さんね、うちの嫁がいつも取ってくれてるんですけど、粘土って何、どういうこと？意味わかんないっていうからね、土を使った遊び、その粘土はわかるよ。4月から3月までって何？いやだから令和4年度とかそういう年度あっては言ってましてね、難しいなこれって言ってたんですけどね、昨日その動画がアップされたらですね、タイトルが超簡単誰でもわかるクイズになってたんですね。これはスタッフの深谷さんがつけたタイトルなんですけどね、今朝それを見たうちの嫁が激怒しましてね、わかんなかったよ、なんだよ超簡単って誰でもわかるってよ、わかんなかったんだよ、なんだ深谷ポンコツスタッフかっつってね、ちょっと訳あって深谷さんのことをうちの嫁はポンコツスタッフって呼んでるんですけどね、でコメント欄見てみろ、私はわかりませんでしたっていうの絶対あるはずだからと言ってね、見てみたらなかったんですよ。今回はすぐわかりましたっていうのはありましたけどね、そしたらそれを見た嫁が嘘だよ絶対分かってないのに分かったふりしてんだよって言い出しましてね、でその時に僕がそうか2つの意味で不正解って言ったら、あおおって言ってね、お前が超簡単してんじゃんとこう言ったらね、どうぞネタにお使いくださいって言われてね、使ってみました。